前どこだったっけな、この辺になんかどこだったっけな、真夜中になんか山の広場みたいなところに行って、今度登ろうって言ったっきり登ってない、雨山なんつったっけな、どこの話、多分この辺だったと思うんだけど、いや工房山ではないな、肌野だったかな、神奈川のどっかの山だったと思うんだよ。見るだけ見てみようって言ったっきり登ってない山、そんな山いっぱいあるって言って、どこだろう、一回車で行ったんだよ、うん、車でそこまで行って、ああこんな山あの広場っぽくなってんだなっていうところでやめた、真夜中に一回行ったんだよ、何つったっけ、忘れちゃった、山ほどの行くとこじゃないんだね、うん、ちょっと受けたのがちょっと受けてんやん、うん、早く帰ろう、足より多分腰に来るんだよね、腰悪いし、あー、まあ、贅沢じゃない、帰りにこのさ完全の山を見ながら帰れるって、うん、整えて自分もトイレ行って電車待つみたいな、うん、そんな感じ、腹が減るし、あれそれじゃなかった、戸川公園じゃなかった、うん、なんかこんなよ、あ、そう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 、狭いこれ、うん、これ身長高い人ボンってぶつかっちゃうよ、ハンバーガー食いたくなってきた、マクドナルドがないんだよね、こういう時に限って、でもあ、結構あるよ、その店
腹減った。遠いね。お腹が空いた。お腹が空いた時のダンス。見せて。ちなみにね、あれこの人だったかな、駅からすげえ列あった、どうしたんですよね、だって怪我の、何これ、高尾山って怪我人だって、やろ、待って待って、お腹がすいたよ、ちなみに